見てんのよ、ハズレ外国人投手ベスト3。そこを見てんのよ。はい、なるほどね。野口さん、ではハズレ外国人第1位からお願いいたします。ファイターズの時に、バッテリーを組ませていただいたシャノン・ウィッテムという投手がシャノン・ウィッテムとちょっと分かんないですね、はい、僕ら。そうですね、僕も世代がちょっと、はい、シャノン・ウィッテム、ウィッテム何年ぐらいいた選手の間、1年じゃないかな、1年か、2年いなかったと思いますよ、はい。スタッフによりますと、はい、プロ野球選手でこんなに内容が薄いウィキペディアは初めて見たって言ってましたあ、じゃあそんなに本当にすぐ帰国されたというか、でも一番印象に残ってた投手やった、ね、まあね、ダメダメでしたからダメダメ、はい、それはどうあれだったんですか、その、会話としても、うん、はい、すごいこうわがままな投手だったのか。あ、まあね、まずは、はい、まあ、プライドはあったみたいです。あ、なるほど、はい、海外から来たというプライド、はい、はい、まあまあ助っ人外国人って言われるぐらいですからね、その辺の、プライドはあったと思いますし、はい、っていうところの中で、はい、まあ、持ち球としてね、はい、まあ、真っすぐと、はい、スライダーと、うん、チェンジアップと、はい、こう持ってるわけですけども、はい、まずまっすぐがおりゃーって投げてきたまっすぐが135キロぐらいあ、そもそも遅いですね。で、まあ、スライダーとチェンジアップも、はい、まあ、その当時はね、まあ、バッテリーコーチでブルペンを担当してくださってた牛山さんというコーチがいらっしゃるんですけど、 あ、はい、あの方曰く高校生レベルへ、はい、いや、 それでどうやって抑えろって言うんですか。それスカウトの方がでも取ってきてるわけですよね、はい、選んで、はい、だからね、まあ、シーズン6勝ぐらいしたんですけど、あ、6勝どうやって6勝したのか覚えてないですもんそんなに勝ったって感じです。へへ、でもキャンプの頃からちょっともうおかしい感じというか、そういうのあったんですか。あ、でもね、はい、キャンプって、はい、2月でしょ、はい、その前にシーズンオフをしてるんで、はい、ただ僕らキャッチャーもスピード感がまだできてないんですよ、うん、はい、なので、まあ、目を中心にね、こうスピードに慣れてないので、なるほど、はい、まあ、まあまあ良さそうには見えるんですよ。なるほど、キャンプの時はね。ただそこから、はい、まあ、実戦始まってオープン戦始まって開幕していくと、はい、ダメじゃんずっと変わらなかったんですね。もう、まあ、全然上積みがなかったんですよそれ以来。はい、ちなみに年俸は推定5000万円だったそうです。結構です、高い、はい、この時期、高い、はい、ちょっともらいすぎだな。第2位お願いいたしますはい、元スワローズの、ね、ピッチャー賀来賢生というピッチャーですね。聞いたことある、見たことあるな。高校時代はエースとして世界大会で優勝、はい、ソウルオリンピックにも出場し、翌年鳴り物入りでヤクルトに入団されています。すごい、こんなすごい実績のある方でも、うん、ダメだったんです。いや、そのあたりの実績は僕は一切知りませんでしたけどね。はい、なるほど、入ってくるまでに、はい、はい、どのあたりが外れだったんですか。まあまあまあ、それが直接の原因ではないんですけれども、僕がルーキーとして入団して、はい、一番最初のキャンプ、2軍のキャンプにね、はい、行った時に、はい、賀来賢生も2軍にいたんですよ、うん、で、2月の後半ぐらいに、あれは近鉄だったと思うんですけどもね、2軍同士でこう練習試合をしますってなった時に、はい、まあ、その賀来賢生が投げたわけですよ、はい、2番手だったかな、うん、で、その時から僕が試合に使っていただいてたんで、はい、僕が出るわけですよね、うん、で、こうサインを出してます、うん、で、こう賀来賢生一生懸命こう首振ってるんですよ。おー、はい、で、僕はカーブのサインを出しました、はい、そしたら、うんってうなずいて、こう振りかぶってビュッてまっすぐ投げてたんですよ。またそれサイン間違い、はい、サイン間違いなんでしょうけどもね、どこをどうやって間違えるんだろう自分で首振ってそのサインにしたんじゃねえかで、そのボールが僕はカーブ来ると思って、はい、こうピュッて出る、出玉出るじゃないですか、はい、ここからこう曲がってくると思って、はい、こう、あ、ちょっとワンバンぐらいになるかなと思って、はい、こう身構えるんですよね、はい、そう、そのままドーンとマスクに当たって、うわ、顔に、はい、怖っ。まあ、これがプロの洗礼かと思いましたけど、ね、いや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 そんな洗礼ないですよ。
うわ、はい、でもそういうのも、はい、それなんでなんですかね、サイン。なんででしょうかね。前のチームを引きずってたとかですかね。あ、そう、サイン、うん、それのないな、絶対。いや、なんでしょうね。はい、ちなみに現在の賀来さんの情報を調べてみたんですが、インターネットで44件しかヒットせず、現在56歳ということが伝えられています。情報少ない。賀来さんの皆さんにお詫び申し上げます。はい、すみません、ちょっとすみません、すみません。続いて第3位お願いいたします。うん、はい、これもね、あのファイターズで、一緒にやったケビン・オーミンというピッチャーですね。ケビン・オーミンさん、はい、やっぱ分かんねえな、分かんない。やっぱ、そんな当時やっぱ あまりよろしくない方なんで、みんな知らないんですよね。あ、まあ、そっか、名前が出てこなかった。あ、なるほど。オーミー投手は左投げ左打ちで、90年にはヤンキースのドラフトも断ったことがある経験なんです。すごいですね。すごい選手な気がするんですけど、どの辺が外れない、うん、まあ、すいません、その前にヤンキースのドラフト、はい、蹴ったのは知らなかったですね。どうやって、ね、どうしてヤンキースがドラフトにかけたのかっていうのも不思議な不思議なぐらい、はい、はい、どの辺なんでしょうね。いや、だってこのピッチャー、はい、まあ、来日して最初ブルペンに来た時に球取って、まっすぐ行くよってまっすぐ投げます、はい、でカーブ行くよってカーブ投げます、はい、でまたまっすぐに戻ったぐらいで終わるんですよ、はい、で話を した時に、あの持ってる球種はって聞くと、はい、まっすぐとカーブだけって。でそのまっすぐも、まあ、シーズン中のマックス142キロぐらいですかね、まあ、そんなに決して速くはないですよね、はい、どうやって抑えるんだろうと思いましたたまにこう横から投げてくるんで、だから合計4種類だとか。あ、角度を変えて一緒だよ一緒だよ一緒だよなるほどね、はい、あ、面白い。そういう外国人投手、なんかこう喧嘩じゃないですけど、はい、言い合いみたいになったりはしないですか。お前もっとちゃんとこうしろよみたいな。いや、あの1位の某投手にはなりましたけど、この近江はなかったですね。だから、あの、2年ぐらいいたんですかね。ただ、あの、この選手ね、あの2年目のキャンプの時に、はい、紅白戦に登板して、はい、まあ、僕対戦相手なんです、はい、で僕打席立ちました、頭にデッドボール当てて、そしたら、まあ、彼も僕が一応ファイターズの正捕手張ってるっていうのは知ってるわけですね、はい、2年目ですから、まあ、そうですよね。だ、自分のキャッチャーの頭にぶつけたっつって顔面蒼白になって、はい、大丈夫かっつって、俺大丈夫だからもういいよお前戻れよってずっと付き添ってくれましたよ、はい、あ、じゃあその心は優しいというか、はい、いいやつなのかなと思って。いいやつではあるんだ、はい、今こうして3名挙げていただいたんですけども、はい、共通点ってあったりされるんですか、その外れになってしまう共通点。あ、うん、県政は日本にこう長くいたんで、はい、自然と覚えてましたけど、あのウィッテムとオーミーは日本語を覚える気はなさそうでしたよ。はい、うん、そういうのもあるんでしょうね、うん、こう日本の文化というか、なんかそっちに合わせれるとか、うん、そういうのも大事なのかも、ね、うん、あると思うな。そうですね、うん、ちなみにオーミー投手の最高年俸は4480万円でした、うん、高いな高いな以上、八例外国人投手ベスト3でした。ありがとうございます。面白いな、まあ、ちなみにバッテリーを組んで一番すごいなと思った外国人投手ってどなたですか。あ、確かに、うん、あ、まあね、いいピッチャーはこう何人もいるんですけどもね、その中でもやっぱりね、まあ、一時代を築いたといえば、はい、JFK の J ですよ、ね、おー、世代だ。ジェフ・ウィリアムス、はい、すごかったですか。あれはすごいですよ。テレビから見てもびっくりするぐらい曲がるスライダーとか投げるので、はい、そうですね、そうですね、はいはい、でもまっすぐも150近く出ますしね、はい、左のサイドスローであの球投げたらそうは打てないなと思いましたね。はい、うわー、ジェフ・ウィリアムスか、取るのも大変ですよ、確かにな、まあ、外れ外国人選手は、まあ、ちょっと 1,2 年で帰国になってしまうわけですけども、野口さんが21年間もの間現役を続けられた最大の強み、そういったものって どの辺ですか。なんでしょうね。自分はここがあったから、あの、僕は運が良かったと思ってます。はい、はい、だって、うん、あの、まあ、入団1年目の監督が野村さんですから。あ、なるほど。あの、全く、ね、プロ野球の知識がゼロの状態の時に、はい、野村さんの野球理論を教えていただけた最初に野村さんの演奏っていうところ、はい、
がもう最大の運ラッキーですよね。へー、はい、まあ、それで教えていただいたことがね、この21年の現役の中 の, この基礎中の基礎になってますから。はあ、ノブさんだったんだ、うん、はあ、すげえわ。星野さんが投手側のやっぱ目線があると思うんですけれども、はい、やっぱ野村監督のやっぱこう保守に対してのこう、はい、厳しさと言いますか。いや、もう本当にキャッチャーに関しては本当に厳しいから。いや、ね、そうなんですね、はい、いや、この話聞けただけでもすごい、ね、最初に出会う人ね。そうね、あとはやっぱこうライバルのキャッチャー、まあね、そうですよね、うん、がいらっしゃったっていうのも、はい、まあ、偉大な方たちと一緒にやりましたんでね、うん、いつかはその人たちを超えなければと思ってやってたんで、そういうところもだそうある意味ラッキーだと思うんですね。ああ、そうですね、はい、目標を高く設定できたみたいな、うん、だから普通に例えばね、レギュラーキャッチャー不在のチームに入団できたとして、はい、まあ、2,3 年後ぐらいに一軍で試合に出れたとして、はい、ってなったらまあ、そういう、ね、困った時に帰れる場所もないですし、うん、で行き詰まったらそのまんまになりそうな感じですからね。は、はい、そういう意味ではラッキーだったと思いますね。はあ、すごい、うん、うん、最後の質問なんですが、はい、先ほど運が良かったとおっしゃっていましたが、はいはい、年末の宝くじは購入されますか？何の話？年末の宝くじはね、まあ、正直に言います、現役の時はよく買ってました。買ってたんや。ありがとうございました。